もうちょっと、ね、ああまあパッと見もうまあここでのでも勝ち負け決めても結局は判断するから、まあね、視聴者天才かどうかです視聴者が決めることですから、うん、これはね、うん、まあ両平さんパッと見はね両平さんがうまいですけど、まあ実際顔の形ハートみたいだとるやん、恐ろしいな恐ろしい、怖いわもうやだ、なんか嫌になってきたな、うん、ちょっとどうしよう、ちょっとじゃあお題ちょっと今度じゃあ両平さんからお題、お題じゃあさアニマやめます、うん、見ましょう、なんでもいいんだけど、じゃあ例えば僕でも書けそうなの、うん、なんだろう、ラーメンとかは、あ、なるほどね、食べ物ですね、食べ物、うん、待ってました、待ってた、僕はもうラーメンめちゃくちゃ食べてきてますから、うん、もう変な話、もう絵から、うん、要は味を連想させるぐらい、これもうラーメンだけじゃなくて何ラーメンかぐらい分かるぐらいのもの書ける気がする。それチャーシュー麺つ、ずっとチャーシュー麺つくすみたいな。いやいやいや、そういうんじゃなくて、あのそう豚骨なのか醤油なのか味噌なのかみたいな。いいじゃん、素晴らしいじゃないですか。うん、なんかちょっとこう、じゃあ、うん、はい、あのすごいインスピレーション来ました。じゃあラーメンしようか。はい、インスパイア来ました。はい、どうぞインスパイア。よーい、はい。まずね、じゃあどうしようかな。そうだね、こうしよう。短いな、そうだね、うん、難しいよね、ちょっと1分短い、ちょっと1分短い、ああ全然書けないかもしれない俺、自分で言っといてあげるよ、まあ、まあまあまあ待て待て待て、電源がかけない、あー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 、色欲しかったから、いやー負けたこれは、いはいはいこれは負けたな、はい、ラーメンで決めます、ラーメン、ラーメン、はい、ラーメンで、はい、まあ、ちょっとでも僕さっき自信あるって言っちゃったんですけど、うん、ちょっとでもやっぱ時間足りなかったかなっていう落ち度はある、はい、時間の落ち度はある、ちょもうちょっとあればもっと詳しくいけた、まあでも言い訳ですから、はいはい、もうこれはもうフラットにいきましょう、同じ条件、はい、じゃあラーメンです、オープン、じゃん、うん、どっから見たの、え、これ待って待って待って俺も自信ないけど、これさ、両平さんうますぎ、俺食べ物、俺食べ物って分かるやん、いや両平さんうますぎ、違う違う違う、いやうますぎ、あそうっていうかこれラーメンじゃないですか、別にね、なんか麺類だって分かるでしょ、でもすごい、なんとなく俺上から見たんですよ、いやこれさ食べ物って分かんないから一瞬、何？え？コーン？チャーシュー、チャーシュー、ネギ。コーンじゃねえのかよ。コーンじゃないのさ。ネギで海苔。うん、海苔、海苔わかる。辛うじて。でほうれん草は入れ忘れ。うん。蛇口？蛇口？レンゲ。蛇口でしょこれ。レンゲ。何この下向いてるの？レンゲ。いやレンゲのこうレンゲの取ってこうなってんじゃないですか。こう掴むところこうやってこうやってこうやって持ってこうやって飲むときにこうなってんじゃないですか。え、だけどこういう風に沿ってなくないか。いやだからこれがそのポコンと落ちないようにここでロックかかるように。うん。こうなってんじゃないですか。フックみたいに、うん、下に落ちないように。そのをちゃんとこう表して。いや上からって言ってもさ、じゃあだって縁もないしさ。いや俺こっちで最初こっちに書こうと思った。いやこっちは分かりやすく書いた方がいいって。いやいやこっちの方が俺はこういう風な書き方したらダメだなって言われると思ったんですよ逆に。なんでずるいって。ずるいって。いやだってこれさ待って待って。俺一つあれがあるわ。なんですか。なんだっけ味が伝わる絵を出せるさよね種類を。これちなみに俺見た感じ味噌だと思ったのね。これがコーンだから。コーンが入ってるラーメンって味噌しかないかなって思ったけど、これ何ラーメンだっけ、味か、これ家系豚骨ですよ家系ラーメン絶対
伝わんないから。いや伝わりますよ。だって何こうチャーシュー、チャーシューだってもうちょっと塗るとかさ、何ができなかったの。え、だってね、ダメだよ、緑で塗ったら緑で塗ったらダメだよ、チャーシューなんだから。え、いやー分かんないですか。すっげー下手。え、だって顕微鏡で何か覗いた感じだったよこれ。みんな分かんないよ。分かんないよ絶対。じゃあ洋平さんうますぎるんじゃないですか。違う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 、これくらいはさ、なんとなく。まあでもさ、ジャンルが違うじゃないですか、やっぱ僕の絵と洋平さんの絵が。そうだね、タッチが違うというか。一応俺インテリアの専門学校行ってたからね。あ、もともともう全然違う。デッサンまではいかないけど。じゃあもうあれですよ、もうはそのタッチがさ、やっぱちょっとハンデあるわ。いや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 、ちゃう。いや、ハンデあります。いや、今の俺も相当自信なかったよ、これ。あー、ちょっとなんか、悔しいな。勝ちたいな。なんか、ないよ。勝ちたいな。勝ちたいな。うん。まあ、じゃあ最後、犬。犬、いや、やめましょう。はい、うん、何でもいいよ。いやいや、ニコちゃんマーク、これ簡単そうで難しい。あ、ニコちゃんマークね、はい、うん、難しいかもね。ニコちゃんマーク、うん、よくあのバッチになってるやつですね、うん、ニコちゃんマーク、うん、あれで勝負しましょう。じゃあ分かった。あ、これ最後にして、まあこれ次回またねお題いただいて、うん、これさ最後の最終問題ということで、はい、結構今ね勝負僅差ですから、うん、嘘つけ。スタート。これはね、自信あるないっていうか簡単ですよ、もはや。もう各パーツが決まってて、うん、何書けばいいかっていうのが。いや、だけどさ、このバランスって、いや、もうこれしか書けないもんな。いや、まあそうですよ。だ、1分、あ、なんかこれ1分もしないわ。よし、OK。どうしようないっすよ。これはもうはっきり言って同点っすよ。さすがに。いくら絵心があるとはいえ、いくらタッチがいいとはいえ。そうだろうね。決められてますから。うん、っていうかこれ逆に伝わらないように書いたらすげえわ。それ天才だわ。うん。と思います、俺も。さすがにこれは俺も間違いない。つか、まあ、さっきまで全部伝わってますよね、これね。ギリ。いや、伝わってない。伝わってない。ギリ伝わってないと思う、全部。じゃあ、まあ、まあ、ニコちゃん、うん、これはまあ、まあそうですね、これはね、これはまあ誰でも大丈夫です、できます。じゃあ、ニコちゃんマークです、オープン。なに、待って待って待って、なんで、違う違う、どうやってそうやってこ、え、なんで誇張して書くの。え、待って待って待って、何のキャラクター。ニコちゃん、ニコちゃんじゃない、なになになに、ニコちゃんって口のここの両端ボコンなってないですか。なってない。なってる。なってたとしてもこれ鉄アレイ曲げたもんついとるやん。いや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 、なんか怖い怖い、ディズニーの何かに出てきそうなキャラクターし。なんで？あれ？ニコだっけ？俺もあんまりあれがないけどさ、こんな目ちっちゃくない？俺のニコちゃんみたいに。その目大きかったっけ？ニコちゃんって。大きいです。多分俺の方が正解ですよ。いや、どうかな、そんな鉄アレイみたいな。この横のここよ、ここ、これがなければさ、うん、これがなければバランス的にはすごくいいのかもしれないけど、いや、鉄アレあったと思いますよ。鉄アレなかったらすごいニコちゃんじゃない。うん、あ、俺負けてるかもしれない、これやったら。え、マジで。うん、こうやったら。何よ、マジですか。何をやってんの。いや、鉄アレあったと思うんだけど。何で怒るんですか。いや、だってせっかく勝てるチャンスのあれをさ。何やってんの。そっか、そんだけ目大きかった気もすんな。そうですよ、これは僕がさすがに勝ちましたね。いやいや、勝ってないよ、だから。いや、この鉄アレイのせいで。いや、鉄アレイあるって。ない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 、このおかげで負けてんだって。うやむやにしてんだよ、これで。え、マジで。うやむやどころじゃないね。俺だって両親さんより努力しましたよね、でも。あ、そうだね。インク量。そうだね。これ俺も。インク量は俺に勝ってます。俺の方が勝ってますよね。これ。インク量はね。インク量、ね。努力。努力ですよ。努力の結晶ですよ。うん、俺、口、一回書き直したくらいだよね。ですよね。こう考えると、まあ、絵的な部分も。努力量も。努力量は努力って報われんじゃないですか。報われ、だってあの猿が全然報われてなかったよ。
マジか、うん、狙ってるのよ。でもね、どうだろう、これ黄色くしたら俺はやっぱ勝ってるわ。マジですか。うん、勝ってると思う、うん、いやちょっとショック。だってニコちゃんてかこれホラーだもん。怖いもん。俺の方がニコちゃんだわ、可愛らしいわ。マジ、うん、はあ、心ないんだな。いや、あるんですけどね。ちょっと調子悪いです。だって一番自信があるの書いてるじゃん。1分が短いんですよ。いや変わんねえよ、絶対変わんない。1分短い。え、自信あるのっすか。一番自信があるの書いてる。俺自信あるのっすか。うん、自信あるの。例えば卓球のラケットとかさ。いや卓球のラケットはそれはもう、じゃあそれはまあぶっちゃけかけますよ。とかマイクとかさ。マイク、あ、ウーロンとしてのね。そう、じゃあラケットとマイク、ラケットとマイク2つかけましょう。1分で。1分で、オッケー。でも1分のタッチですよ。はい、いきます、はい、よーいスタート。まあマイクって言ったらね、あの僕ラッパやってたんでね。どうだっけ、ラッパやってたから大体わかりますよ、マイクぐらいは。ちょっと時間食ってる。ちょっと待って、時間足りねえわ。ちょっとなぁ、大きさ見せたけど時間足りないです、これ。ラケットとマイクって書いてじゃあ、マジっすか。これマジあり。納得いかないっす。納得いかない。納得いかない。もう1分って言うだ。はい、じゃあマイクとラケットです。じゃあオープン。ちょっと待ってよ。待って待って、あのウーロンで、あのマイクはギリギリマイクですよね。でこれ何何、おかっぱのこれ、何だろう、俺何になるんだろうこっから。え、何になるんだろうこっから。どう持つのこれ、どう持つの。悩んでって。何 N って。日卓の N。 日卓の N。 え、何これ。メーカーっすよ。いやすごいな、りょうへいさん、わかる。いやラケットわかる、銘柄までわかる。銘柄までわかる。こう持つタイプかなとか、あ、こう持つタイプかなっていうところまで、ね、うん、ちょっとわかるような、見合わせるような。ちょっと待って待って、立体感ある。立体感をつけたの。だから、うちわみたいになっちゃうから、うちわみたいになっちゃうから、立体感をつけたの。いや、でもずるいですよね。立体感つけるテクニックを使うっていうのは。いや、だって、わかる。卓球選手、選手というか先生でしょ。先生ですよ。これどうすんの、イラストで教えるとき。教えることないと思うけどさ。やばいよ。教えることない。マイクもこんな寸胴じゃないでしょ、絶対。ね、オンって。オフどこにあるの。オフはどこにあるのこれ。違う。いや、そんな細かいとこじゃないですよ。何？オンですよ。なんだ、オフないと。いや、オフもありますよ。オフもありますどこにあるの。いや、これまあ切り替え、いや、もう見えてないだけで細かく書けなかった。時間が足りなかったっていうのは全て。あ、本当、俺も時間あったらもっとすごいことになった。その分俺もね。自信あったんだけどな、こればっかりは。ラケットはちょっとないな、これ。まあ、だから時間がなかったです。これ12秒で書きましたから。マイク書いてたら、パッと見たら残り12秒ってなってたんですよ。やばいと思って。だってさ、急いで書いた。何、こんな半々だっけ。いや、よく見ればこんな感じですよ、だから。だよね。うん、何を、正解。何を、土地狂ってこれ書いたの。いやー、だから、そういうイメージがあったっすね。うん。